イエーイ、グレミア、ブンズガオ、ベストなシンフォン。ブンズイオ、スモブドリズね、スモブドリズイ。É da série Shin Megami Tensei, o Persona, o famoso conhecido Persona. Esse jogo foi lançado aí já 15 de setembro de 2016, tá? Pela Atlus P Studios. Ganhou até prêmio. Vamos lá, galera, vamos ver qual é que é. Nós vamos em fotografia. Vamos fazer o jogo. Tá, eu vou jogar na manete. 4K. Vamos lá. Eu prefiro em japonês. Tirar música? Ah, começa não. O que faz, né? Eu acho que tirar a música porque. Vai estar nem os direitos autorais ali, né? Mas tem que fazer as músicas.
セール食らえ。Bom, como eu tinha falado antes, galera, eu tirei a música porque para evitar de ter direitos autorais aí, ter complicações maiores aí, né? Aí a gente preferimos aí tirar o áudio da música. Mas ele tem a música, né? Tem a música, tem o voz, tudo mais, mas não. Não reflete muito na jogatina, não. E a gente tá vendo aí uma cutscene, né? Na cutscene aí. Bem legal mesmo. Eu tô jogando a versão de PC, tá? É, em 4K. Então. Os personagens parecem bem carismáticos, né? Vai ter um pouco também de anime, né? Um pouco de anime também nele. É muito legal essas transformações aí. As invocações.続いて、この1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに、財務省の吉川事務次官。ご存知の通り、国会答弁中に突如豹変し、公文書の改ざんを告白しました。次に、札幌中央市議会議員3名。本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏。突然の断筆会見を開き、芥山賞を辞退。自らの作品を駄作だと号泣発表。出版を拒否。続いて民放の看板キャスター。生放送中に出演者に愛を告白。振られる。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり、省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。いえ、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な豹変が認められます。先に挙げた対象者は全て豹変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。
精神錯乱？ただの偶然じゃないのか？誰かが人の心を操作してるとでも？先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答団。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による会心事件の疑いがあると上層部は判断しております。しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を職に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が職に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばならん。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。こっちの電車に乗るのも久しぶりだな。久しぶりにあいつらとの再会だな。我が輩、柄にもなく緊張してきたぜ。ああ、なんてったって怪盗団全員が集まるんだからな。お、着いたみたいだぜ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。外は暑くなかった？マスターのコーヒーが冷えている。元気だった。なんでお前がトカゲなんだよ。お腹空いたのは大喜びじゃねえか。サプライズ大成功だね。まったくお前ら、憎いことしてくれるじゃねえか。
久々に会えるってのに何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。そうだな、数ヶ月前のはずが随分経ったような気がしやがる。ああ、つもろい話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。はいよ。その代わり、後で店手伝えよ。よし、じゃあ全員アジトに集合。騒がしいのが帰ってきやがった。いや笑い事じゃねえよ。やっぱリュウジは期待裏切らねえな。変わんねえな。この間の期末も赤手見つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。危うく補習で来らんなくなるとこだったわ。勝った。私一個しかなかったし。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お、生徒会長の鉄拳制裁来る？もうそれいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか？ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか？食いつくの早えな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか？そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。双葉は学校はどう？余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は地元でうまくやれてんのか？よかった、あなたはどこでもうまくやれそうだものね。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつーか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？それにみんなは高3でしょ。卒業とか進路のことだって言わないで。分かってるから、今だけは忘れさせて。相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が俺を呼んでいる。芸術系なら私はパス、あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。どうよ。
身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれん。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第一弾は全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お、なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか。あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで、聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ。でもまあちょっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ。いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。私はエマ、あなたをサポートするコンシェルジュです。お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。おすすめキャンプグッズと出てるな。これをそのエマが用意したのか。結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。マジかよ、愛すげえわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。
つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろ。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。ああ、話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだが。おう、却下で。すみません、マスター、カレーまでご馳走になっちゃって気にすることはねえよ。再会を祝してってやつだ。それにまたこいつが世話になるからな。よろしく頼むわ。こちらこそです。またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつーか、久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ブチ港前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。さて、やばい、ドゥーチアウトね。どうした？なあなあ、なあ、ん？の感触懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな。ここはキャンプはあさってからか。楽しい夏休みになりそうだぜ。それじゃあもう寝ようぜ。おやすみ。
久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。あなたが再び運命の囚われとなったことを。あなたが再び、何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗え、と。我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままでは、あなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？それでこそ私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ、いえそれ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。おはよう。
Moscando nesse jogo. Sinceramente. Vai pra cá então? じゃあ早速行くか。つかまじ、今年の夏暑すぎ。早く店の中入って涼もうぜ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ、リュウジ。って、俺もどこかは…と、アプリに聞きゃわかんだよな。エマ？はい、お呼びですか？あれだ、あれ。昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。アリス最高。なんだ、騒がしいな。イベントサジェスチョンです。渋谷705前でヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ？んだ？サジェスチョンって。つかアリスってマジかよ。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト。キュートなルックスと色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、さまざまな分野で活躍中。ポップカルチャーの発信者として若者を中心に絶大な支持を集めています。ほう、芸能人ってやつか。そんなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ。生アリスか、テンション上がるわ。やっぱお前も興味ある？ついでだしちょっと寄ってかね。マジで可愛いから。なになに、何やってんの？なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれアリスじゃん。ヒイラギアリス。みんな今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国。なりたい自分になれるワンダーランドなの。私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな。ありがとう。じゃあ今日は特別に先着100人のみんなへ特別な招待カードをプレゼントしちゃう。不思議の国をもっと楽しんでもらえる魔法のカードだよ。喜んでくれたら嬉しいな。
ありがとうございます。はい、君にも。やべえ、アリスの手触っちゃったよ。お、君メガネ似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。白いウサギは不思議の国への案内人。みんな遊びに来てね。やれやれ、すげえ人だかりだったな。いやー、よかったぜ生アリス、やっぱ超可愛かったわ。な、芸能人マジパネ。我が輩は安堵の一筋だからな。今日、へいへい、そうでした。これで気は済んだか。さっさとキャンプの買い出しに行くぞ。あーってるって。そういやお前、カードもらえてたよな。あれって何だったんだ。にゃっへっへ、龍二はスルーされてたからな。うっせ、しょうがねえだろ、あんだけ人いたら。ヒイラギアリスのわ、ん？小さな文字で続きがあるぞ。エマの友達キーワードです。みんな私と友達になってね、だとさ。エマの友達キーワード、昨日双葉が使ってた機能じゃないか。友達になれるってやつだ。もういいじゃん、やってみろよ。キーワードを入力すればアリスと友達になれるってことか。カードに書いてあったやつじゃね。確かワンダーランドだっけ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。なんか今変なって、お前その格好。お前もだ、見てみろよ。あ、マジか。え、え、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい、冗談だろ。ん、あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？あ、うん、うん。それなら、みんなの願い、私にちょうだい！え？どうなってんだよ！カ
考えてる暇はないようだぜ。突破するぞ、ジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ相手になってやるよ。油断するなよ、お前ら。久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。誰に言ってんだ、切り込み隊長なめんなよ。その息だスカル、我が輩たちもやるぞ。盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。ジョーカー、お前の力見せてやれ。オッケー、come on。来い、いただいていく。いいぞジョーカー、このまま一気に行くぞ。まとめて肩をつけてやる。歩け。つうか、この服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、何なんだよここ。感覚、ここはまさか。ちょっと、増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。何か使えそうなものはないか。これじゃあキリがないな。ここは撤退だ。逃げるぞ二人とも。敵が少ないのはあそこだ。一気に突っ走れ。撃ち抜く。来い。
みたいか、マジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスってあれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで、我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何にしろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろとわかるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やるしかねえな。賊を捕まえたのですが、願いが奪えずそのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？
ジョーカー。へえ、君ジョーカーって言うんだ。ダメじゃない。ジョーカー、ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろてめえ。ギャーギャーうるさいの。君も痛めつけられたいの？ああ、クソが、やってみろよ。つまんない。いいよ、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。Bastante diálogo. Um anime, né? Um anime completo. Oi! O Mara Bujika! Ah, nanto kana? Tchikshu! Hidei me ni atta ze! Tsuka, ano yaro!あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど大丈夫か、ジョーカー。だな、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか、手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。君のジャスイス。あら、フッ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 フ。私はソフィア、人の良き友人だ。はじめまして。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どなた？何があったんだ、ジョーカー。
我が輩に何か用か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。はあ、私はソフィア、人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか。わからない、記憶が消えてる。消えてるってお前。二人ともちょっといいか。あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきただって？手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか？ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人、人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ。いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口、地下から出られればいいのか。ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうする、ジョーカー。そうだな、脱出の手がかりになるかもしれない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからないように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。あれはせい。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ。怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。いきなり襲ってくるとは人に優しくないの。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗団。ここの主にとっては賊、排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ、気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれ、ジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいなお前。どうするジョーカOK、 よろしくな、ジョーカー。それと、猫と骸骨。誰が骸骨だこら。にゃははは、骸骨ってか、ただのヤンキーだけどな。てか、我が輩この姿は猫じゃねえし。お前まで乗るんじゃねえよ。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。
なんで怒ってんだ？よし、慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。なるべく敵に見つからないようにな。待て、敵だ。くっそ、まだ嫌がるな。今はソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな、ここ通らねえと進めねえし。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもりって、お前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。倒しちまった。あれはまさかペルソナか。お前たち何者だ。怪盗団を助けると約束した。悪く思うな。とにかく我が輩たちも戦うぞ。いただいていく。よっ、撃ち抜く。セガタテイ、ここか、貫け。チェッ、喰らえ。セガ貫け。はよし、倒した。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は一体なんだ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが。怪盗団の真似をしたらこうなった。だな、つか格好もそうだけど、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が使った能力だ。あの箱みたいなやつさ。あれは武器だ。戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ。私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。わからねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな、今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし。つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。ああ、頼りにされる。んじゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力には注意しておけよ。何か回復できるものを持ってないか。ok, os objetos o mapa え？シャドウはいないみたいだな。なあ、あれなんだ。チェッ、チェッ、うん、tem um lá em cima。
おい、宝箱だぜ。早速開けようラジオか。何が入ってる？Ele não tem perigo de queda. 気になった場所は調べてみようぜ。何か使えるものがあるかもしれん。敵シャドウ出現だ。数が多い。気をつけろ。弱点をつく方法はスキルだけじゃない。あれの使い方忘れてないよな。やってやろうぜ。さぬけペルソナー、くらえ、打ち抜く、今だ、打ち抜く、打ち抜く、チャンスだ、終わりだ。もっと我が輩を頼ってもいいぞ。オッケー。habilidade passiva, né? Beleza. O jogo é bem bonito, né, galera? Bem bonito mesmo. 敵もスキルを使ってくるぞ。うまく避けてくれ、ジョーカー。大事ね。貫け、ペルソナ、打ち抜く、はっ、せい、奪え。あれはペルソナ、来い、打ち抜く、打ち抜く、打ち抜く。ジョーカー、そのあたりジャンプすれば届きそうじゃないか。待て、敵だ。気づかれてはいないようだな。あいつ倒さないのか。我が輩たちは怪盗だ。できれば正面からやり合うのは避けたい。階段の方行ってみようぜ。あそこからぶら下がってるものを見ろ。うまく使えないか、ジョーカー。敵がいい感じに集まってるな。ぶちかましてやれ。やるじゃねえか。よし、残りの敵も片付けんぞ。ジョーカーかっこいい。新しい技を覚えたぞ。まだ油断すんなよ。つか行き止まりか。あそこ、あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさそうだな。よし、敵はいないな。先行こうぜ。見つけたぞ。しつこい奴らだ。迎え撃つぞ、ジョーカー。ペルソナ、倒れろ。行くぞ。
消えろ。お前の力は健在みたいだな。敵が仮面になった。なんだ今の。敵の姿や力を仮面に封じ込め、新しいペルソナを得たんだ。へえ、面白いな。オッケー。É tanto diálogo, a gente fica até sem poder falar muita coisa, né? Joker, さっきのペルソナの力、試してみようぜ。今はあのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。Apoio aliado。目玉。Fixar objetivo。ペルソナ、食らえ。今、来い、アルセーヌ、いただいていく。ペルピクシー、奪え。こいつでしまいだ。終わらせる。おお、かっこいい。せい、せや。おっ、来い、ペルソナ。新技だぜ。息切れしてないか。体力はこまめに回復しておこうぜ。OK、auto recuperação。よし、いねえな。待て。ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ。よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待って、どうしたソフィア、何か見つけたか。はあ、感じる。あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとって、お前。出口はこっちだ、ついてこい。おい待て、ソフィア。どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つうか、なんだあれ。
大丈夫。ここは外に通じてる。通じてる？ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ！大丈夫なのかそれ？信じろ、ジョーカー。話がわかるな。今はソフィアの話を信じるしかないか。あ？お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだ、ソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ？たくしょうがねえな。うわ、何する？こんなとこに置いてけっかよ。とにかく俺らと一緒に来い。わかった、ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ、せーの。現実だよな。ああ、戻ってこられたみたいだな。ジェイルから帰還しました。お疲れ様でした。ジェイル？それよりあいつは？ソフィアはどうなったんだよ。いい感じ。それらしいのは見当たらんな。おい、ちっこいな！いるなら出てこいって。あ、びっくりした。こんな人混みででかい声出すな。呼んだか？今の声ソフィアか？どっから聞こえた？ここだ、ここ。ジョーカーのスマホ。なんだこの白いの。よっ。うわぁ、なんか出てきた。ん？二人とも着替えたのか？お前、ソフィアなのか？そうだ、私だぞ。というか、お前は誰だ？我が輩はモナだ。こっちの世界じゃ、猫の姿をしてる。モナ？お前が？タヌキじゃなかったのか。違うって言っただろ。つか、なんでスマホに映ってんだよ。なんでって、私は AI だから。 AI？ AI ってあの賢いやつか？双葉が言ってただろ、人工知能だ。マジかよ。このスマホのおかげだ。光の中に投げ出されて、ジョーカーの匂いを追ったらここだった。匂いってモルガナかよ。 AI だから、このスマホの中にデータとして移動してきたってところか。要はそこに住んでるってことかよ。狭いが必要なものは揃ってるから居心地はいい。スカルも来るか？もう突っ込む気力もねえわ。とにかく無事に帰ってこられて一安心だな。なあ、あの中で襲われてた連中は捕まったままかよ。わからん。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。ああ、そうだな。だがむやみに動いてもまた捕まるだけだ。パレスそっくりな謎の異世界、そこを滑る強力なシャドウ、そして今またとんでもないことが起ころうとしてるのかもしれない。そうだな、ここで考えていても仕方ない。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。
復旧手段も見つからない。このスマホから出ていく方法もわからない。これからどうすれば。助かる。まあみんなに説明するとき、ソフィアがいれば話が早いかもな。あいつらどんな顔すんだろうな。またパレスみてえのができてるって聞いたら。他にも怪盗の仲間がいるのか。いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。ふーん、面白そうだな。なるほど。つまりヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっとすげえぶっ飛んだ話だけどよ。だが事実だぜ。この目で見てきたからな。な、こいつも言ってんだろ。わかったわ。冗談で言うような理由はないもの。とにかくそのソフィアって子が一番事情を知ってそうね。今一緒にいるの？ちょっと話せないかしら。そうだな、百聞は一見にしかずだ。ソフィアからも説明してもらおう。出てきていいぞソフィア。よ、怪盗団。え、なんじゃお主は。私はソフィア、人の良き友人だ。この子がソフィア？すごい、本当に喋ってる。ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。ふん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 。歌い出した。これはなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に愛しさと心強さを感じる。え、そこ？つうわけでこいつがソフィアだ。よろしくな。すげー、ガチで意志持った AI とか、オーバーテクノロジーすぎだぞ。な、言った通りだったろ。あ、そうね、初対面だし。私は新島誠、よろしくねソフィア。私は奥村春です。大学生だけど会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私だな。私は桜双葉、まだ微妙にコミュ障だけど、今どうぞお見知りおきするでござそろ。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つか双葉、一番仲良くなれそうだよな。誠、春、アン、ユウスケ、双葉だな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだな。ああ、そっか、説明してなかったな。俺らは怪盗団で、敵に素性がバレないように異世界ではコードネームで呼び合ってる。コードネーム。つうわけで俺は坂本龍二、猫がモルガナで、こいつが。なるほど、覚えた。その本当に AI なんだよね。そうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい。見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえず話聞いてからにしとけ。どうしてあなたは異世界にいたの？目が覚める前の記憶がなくなっててわからない。人間で言えば記憶喪失ってところ？思い出すのは難しいのかしら。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる手を尽くした。さすがこんだけ自然に喋れる超高性能 AI だもんな。そんくらい調査済みか。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ、それが私に与えられた命令だ。それ以外は思い出せない。
出したと。気にすんなソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は似たような境遇だったからな。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな、あの異世界パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ？人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに？まさか異世界ナビを使ったのか。でもあれはもう消えたはずじゃ。そう思うよな。でこいつの出番ってわけだ。それはエマ？ああ、どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは異世界へと運ばれた。じゃあエマってヤバいアプリじゃん。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。それともう一つ気になることがある。あの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな、この目で確認しないことには始まらん。それに私まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、私もまずはそれでいいと思う。でも同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入ってことでいいか。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入だ。集合場所は渋谷の連絡橋でいいな。と、その前に後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな、な。こいつは解析のしがいがありますぞ。痛くしないからな。大丈夫かこれ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。とんだ夏休みになっちまったな。え、何、どうしたの？京都旅行の野望はどうなる？それに俺の肉は？肉ってキャンプのこと？残念だけど延期だね。己不可解な異世界、このホックスが生すぎりにしてくれる。いや、異世界は切れねえだろう。切るならシャドウにしとけ。にゃふん。No, shift começa. Conversa muito, tá doido. Oi! Fuma, fuma, naruhodo. Nana? Mágica! E eu tenho cotinho. Suge, suio cotoca.どうなんだ、フタバ。ソフィアのコードってやつは。ああ、これ作った人天才だ。コードってのは書いた人間の個性が出る。能力や癖、思想や性格までいろいろだ。このコードは洗練されすぎてて、普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。フタバでもか。
そいつはただごとじゃないな。よくわからんが、私はすごいってことか？なあ、とんでもないぞ。ソフィアはスーパー AI だ。ソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ、時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。双葉は物知りだな。あんまり変なこと教えてやるなよ、双葉。それよりソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか？作成者とか企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな。うん、とにかく家でもう少し調べたい。何か分かったら連絡するぞ。うむ、任せておきたまえ。では諸君、サラダバー。サラダバー？大変な一日だったな。まさかこんなことになるとは思わなかったぜ。ああ、そうだな。お呼び越しじゃ怪盗の名が廃るぜ。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんのはソフィアだな。呼んだか？お前の存在が謎って話をしてたとこだ。喋る猫に言われたくない。それもそうか。って謎の AI に言われたくねえよ。大体 AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。 AI ってのは頭がいいもんなんだろう。それは反論できない。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人、役に立てないと意味がない。良き友人か。それだけは覚えてたんだよな。ああ、きっと大切なことなんだと思う。だが、役に立てば友人になれるのか？違うのか？教えてくれ。他にどんな方法がある？え？ああ、いや、そうだな。人の心がわかるようになればいいんじゃないか？心？ああ、そうすれば、相手の気持ちも分かって友人にもなりやすいと思うぜ。心？まああまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学めばいい。その代わり怪盗団を助けてくれ。こいつはつまり取引ってやつだな。そうか、なるほど、悪くない。それで人の良き友人になれるのなら。ま、リーダーがいいならだけどな。ありがとう、リーダーボスお頭。これで取引成立だな。よろしく頼むぜ、ソフィア。明日は偵察もある。今日はもう寝ようぜ。オーケー、おやすみ、二人とも。よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか？何度も通った道だ。今さらおじけづく理由はない。かかってこーい。情報も少ないし慎重に行きましょう。今回はまず偵察ね。エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えば。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生。うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから。てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法だけど。昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。よし、じゃあ出発だな。
たのか。みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を忘れていた。美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。もうふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。本命はこっちじゃない。街の景色を見てみろ。これがジェイルなの？なんだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。この辺りは街の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ。それは願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわぁ、ソフィアか。 AI 少女、ガチの実体化きた。あ、すごく可愛いね、ソフィア。なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線が美しい。その服、なんか不思議な感じ。モフモフしていい？モフモフ？触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。それは拒否する。子供じゃないからな。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。それよりソフィア、さっきお前が言った願いとは何だ。ここのシャドウたちが言ってた。願いを奪えとか、キングに献上するとか。人から奪われていたのならそれが願いじゃないかと推測。確かにアリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる。それってどういうことなのかしら。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それらしい人影は見えないが。わからん。どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら。どういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない。そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界では誰もいなくなってない。そうか、シャドウか。シャドウってなんだ。無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。じゃあ本人は無事ってことか。いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、現実の人間がどうなるか。ぶっちゃけ悪い予感しかしない。シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。だがどうする。泥道、危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。ええ、行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。了解。けどよ、実際どうする。また偶然イベントにでも出くわさなきゃ芸能人になってそうそう会えねえだろう。まあそういう話は外でだな。じゃあ
一度ここから出よう。ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。調べるっつったって何調べんだよ。アリスに黒い噂がないかとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつ。そうね、まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。ネットの方は私に任せとけ。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。あのさ、私明日アリスと会えるかもしれないんだけど。は？マジか？なんでよ。前にモデル事務所の社長に頼んでて、アリスがテレビに出るみたいだから勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ、みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。見事なタイミングだな。ああ、さすがはアンドノだぜ。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし、それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。よし、そういうことだ。よろしくな。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾つかんでこいよ。おお、案外やる気満々。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。とりあえず今日は被害に遭った連中のことを調べようぜ。行くぞ。Bom, galera, então é isso aí. Eu acho que deu pra gente conhecer o jogo. O jogo tem bastante diálogo. É, o jogo tá bem otimizado, tá respondendo bem os comandos. E... tá bem legal, bem legal, bem colorido, né? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar. Um tapa no like, toca o sininho de verificações e é isso aí. Gotaro e Tokurito saindo aqui. Falou, até mais. Fui. We'll be right back.